皆さん、こんにちは。ただより、第153回日商簿記検定3級に関する解説講義を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、ということでね、えー、今日はあ本日実施されました、あ第153回3級試験に関する回答速報ということで、まあ、おおむねですね、えー、お時間30分程度、頂戴をいたしまして、 えー、今回実施されました、まあ、本試験のね、えー、要点用紙などなどについて、えー、少しご案内をさせていただくというところになります。まあ 完全にに僕の主観にはなるんですけどお少しね、まあ、今回の問題等を解いてみた、まあ、僕の感想等を含めてお話をさせていただこうと思います。でまずですね、えー、既に私どもレックのホームページの方でですねアップさせていただいておりますがあ今回3級の本試験に関する回答速報ということでよいしょ。 上げさせていただきましたまあ今回もねいつも通り上げさせていただいたというところになります。でまずこちらをねちょっとご確認いただくにあたって一点お願いというかご留意いただきたい点がございましてあのー、一応ですね今回の試験に関しましても毎回ご要望が多いというところもございましてね各問題に関する予想の配点箇所をつけさせていただいております。 1> まあ、第1問仕分けの問題はね、かようもないようなところがあるんですが、えー、特にまあ、第3問、ね、えー、今回、残高質産票の作成をやっていただくという問題になってますが、まあ、残高質産票における予想配点箇所、さらにはね、第4問の商品有高帳と予想配点箇所、で、さらに第5問ですね、えー、生産票に関しても予想配点箇所、まあ、付けさせていただいてるというところになるんですけども、あのー、 これらに関しましては、まあ、今もね何回か言葉として表現させていただいておりますけどもこれあの完全に私どもレックの予想拝点です。で西尾さんの方では拝点箇所自体は公表されないというところがございますんで、まあ、過去の本試験の傾向等々を勘案してですねまたは問題の出題内容等を勘案して、まあ、おそらくこういった形の拝点になるのではないかというところをですね、えー、一応今回も。 上げさせていいいたただというとうころになりますしたがってあの自己採点などをおやりになる際には、まあ、当然ね、えー、点数というものが集計結果として把握されると思うんですけどもあのそれはあくまでも私ども劣化の伏した予想配点ベースでの得点結果ということにすぎませんので、まあ、実際の本試験の採点結果とはね多少の相違が生まれるということはご認識をいただきたい。と、ね、いうふうに思います。 まあそうだな、うん、実際の本試験と多分ねあの10点、えー、自分の採点結果、まあ、うちの予想背景に基づくご自分の採点結果と本試験の結果がね10点も15点もずれちゃうってことは多分ないと思うんですよ。まあさすがにそれはないと思うんですけどただねちょっとあのプラマイ5点ぐらいの幅は少なくとも見といていただいた方のが僕いいと思います。でそれぐらいいの幅はちょっとととあり得るということで まあ前提としてね見ていただきたいしまあ10点まで求めるとちょっと言い過ぎかなっていうところもあるけどでもまあ10点 <laughs> 見といてもらえればあの絶対大丈夫だと思いますよ。いうものでございますんであくまでもこの配点箇所っていうのはあ一つのね目安としてご活用いただければというところになるんでだからあの自己採点の結果を使ってねまあ変にあの落ち込んだりとかっていうことは必要ありませんからあ,あくまでも。 最終の結果というのはね、えー、本試験の結果通知を待っていただくというところになりますんでまあ,あ一応ねそういう前提のものですよっていうことはあ一点お知り置きをいただいてですね是非当案等チェックの時にはあ内容確認を進めていただくという形でお願いをしたいと思います。でですね まあ今回の3級の問題に関してなんですけどもまあ私もですね、えー、一通り問題の方を目を通させていただいて、えー、回答作業等々も進めさせていただいた結果としてねまあ少し申し上げるとね、まあ、正直言って僕の所感としてはちょっと微妙だなっていうところもあるっちゃある、えー、ですよまあまあうん。 直接的に試験範囲にかかるようなものでは当然ないんでね、えー、内容としては問題ないんですけどもまあちょっとねあの例えば第5問あたりで、えー、一貫情勢前提でね当座借越し取引などの話が出てくるでしょで貸し方残高であれば当座借越勘定に振り替えなさいまあねこれはもう言われた通りやればいいだけの話ですからあ別に悩むこともないしーまああくまでも基地の取引としては一貫情勢が前提なんでね、えー、問題ないっちゃ問題ないんですけどまあでもね 貸し方残高だったら別にねあの振り替えなんかしなくたっていいような気もするし左遷だったら短期借り入金とかね借、まあ、入金とかあそっちに振り替えさせたっていいような気がするんですがまあまあ遠ざか借越勘定に振り返ろうっていう指示があったんでね、まあ、従来存在した一感情性とかをちょっと放出させるような一勘、えー、ごめんなさい二環状性とかをね放出させるような、まあ、今現在はもう二環状性ではないけどね、まあ、今回の内容も違うけどもなんかそんなもの があったりもするんで別にこんなもんやんなくったっていいんじゃないのかなとは思ったんですけどただまあ全体としてはね、うん、一般的な産休の問題かなっていう気がするしあのー、全体の問題の構成としては僕大変そうだな一言で言ってしまうとバランスのいい問題な気がしましたよ。あのー、まあ近年ねね産休の試験はこういういい傾向ずっっとと続いておりりますある程度しっかりと、ね やるべき作業というものを正確に理解していただいて、まあ、それに向けての勉強をやっていただいた方であれば合格点数の70点というのはちゃんと見えてきますよという問題にはなってる逆に言うとねやっぱりその何て言うのかなあー付け焼き場的なっていう表現はちょっと厳しすぎるかもしれないけども上っ面の知識で勉強をやっていくとまあちょっとやっぱりね、えー、合格点数には達しないよ いいう問題になってると思います、まあ、決してね皆さん方だって勉強してる間にわっつらで勉強してるつもりはないとは思うけどもただねやっぱりこう本来的なっていうのかなあー本来産休が求める、まあ、正確な範囲における内容の理解ですよね。えー、これをそうだなしっかりとやっぱりこなすと、まあ、身につけるものをしっかり身につける。 まあ身につけるというのは結局見たこここととととあるっていうでではなくて理解ののを自分の中に取り組むってことですよねでそういう作業がちゃんとできていらっしゃれば合格点数の70点というのは十分見えるような形になってるし、えー、例えば商品有田課長とかね少し目新しいような論点も入ってはいるけどもその時の対応の仕方をどうしますっていうのはちゃんと問題文でアシスト入れたりもしてるんであのそういう意味ではねうん問題指示をしっかり読んでで まあ工藤だけど基本的な知識がちゃんと固まってる方であればあー問題指示に従って対応することによってしっかり問題は解けますよとこういう趣旨の問題にはなってるんで、まあ、非常にバランスはいいと思います。でバランスはいいと思うけどいかんせん少々ねまあちょっと量的には多めだったかなあいう気はするんでやっぱりねある程度やっぱそうね問題を解くという作業を ししっかかりこななておかないと、ね、うーん集計一つとっても回答作成作業一つとってもね時間を食ってしまうことによって時間が足りないよというような結果にもなりかねないのが今回の問題の特性かなっていう気はするんですよ。だから結局さまあ簿記の問題ってね特に3級なんかの対策としては比較的分かりやすいのが個々の論点に関する処理論というものを正確に理解をする。ね まあ、覚えるんじゃないでしょ理解すするんですよで理解をしていただいた上でねあとは多くの問題に対応することによって、えー、問題読解力を高めるとか集計力を高めるとかあそういった次のステップまで作業ってのは進めなきゃいけない。だからもう本当に平たく言ってしまうと3級合格すするためにはそのの段階のステップを超えななきゃいけないわけけわですよ単純に内容を理解しただけでは例えば第3問とか第5問なんか顕著な話ですけどもやっぱり演習量が少ないとね あの集計っってていいうのは絶対スピードって上がらないんですどんな解き方をするとかこんな解き方があるよっていうのもいろいろ巷ではねやっぱり受験生さん同士の情報交換じゃないけどやり取りはします。でそれを聞くのは決して悪いことではないんですがあの所詮ね所詮ねそういう話っていうのは作業論なんですよ。で作業論なんてものは机上の空論では意味がない。でこういうふういにやとと僕は効率的だと思うよ 例えばね問題習熟してる方々がそういうご提案ねこういうやり方あるよって教えてくれてもさそれをしっかりと自分の中に取り組むためにはね2回も3回も問題通じてやっぱりやっていかないと。で、ねね、集計力であったりとかあー正確な回答の作成能力っていうのはね編集量に絶対比例する。だからあー内容を理解をした上でという前提はつくけども ね3回問題解いた人よりは10回解いた人の方の方が普通に考えればスピードも速いし正答率も高いんですよ。でやっぱそういったものはね地道な努力っていうものがあ結果につなげるというのは、まあ、ある意味本来産休のあるべき形だと僕は思うのでそういう意味からすると、まあ、今日の第1問それから第3問、ね、もっと言っちゃえば第5問もだけどねあのいわゆる基幹問題奇数問題よねでここのの部分の問題は 僕内容としては非常にいい問題だと思いいいますよ、まあ、いい問題なんてちょっと偉そうですけどもあの妥当な問題だと僕は思う、ね、まあ本当に努力をした人がちゃんと評価をされる試験まあ資格試験ってのは本来そうあるべきだと僕は思うんでね、えー、なすべき努力を正確に行い切った方々であればあしっかり点数につながるよというような問題になってたような気がします。 まあかといってね、今回それ合格点数足しなかった人が努力してないとか、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。ただ、あの例えば第3問とか第5問のところでね、点数が伸ばせなかったとか、ああ、イージーミスが続いてしまったって言った時に、どうしてそういうミスが出ちゃったのかっていうことをやっぱり見直すとか、ああいう作業をしっかりやっていただくということが大事だと思うんですよ。ね、今の話じゃないけど、2つのステップの中で、 まあ知識ののの理解のところで正確性が欠けていたのかそれとも演習量が少ないことによって集計手続きなどで、えー、迅速な作業ができなかったそれによって失点につながってしまってるのかやっぱそれはね 状況判断ととししててっっかりとやっていただいた方のがいいた方がと思うよ。で、それがやっぱりね自分の中でここがあ自分にとっての弱点だったっていうのが見えればそれこそまさに改善ポイントになるわけで改善ポイントを把握することができたらいかにして対応するべきかということを次に考えればいいわけですからねやっぱそういう作業っていうのは一通りねやっていくっていうことは必要だと思うんです。そ、ね、そういううい意味でもそうだな 問題の内容としては基本的に僕はは悪い問題でなななかったような気がするなまあいかにもね、えー、今年度から変わった3級の出題範囲に即した株式会社会計の導入というところもありますからまあそういう特性も配慮した問題にはなってるんで僕今日の産休はいいい問題だと思いますね、えー、で特にまあ僕個人的にいい問題だなってやっぱ思ったのはねまあ、その135はいい問題ですよ。 別に僕何もらってるわけでもないから日常の問題を褒めたところで自分に何も得はないんですけどまあいい問題だと思いますね例えばさこれなんか最近よく試験出てくるけどねえちょっと順番入れ替えて申し訳ないけど第5問あたりとかねだいぶこういうのはそれこそ実践的な話も含まれてんじゃないあ,あこっちか第5問の生産表作成の問題でねこれですね,ねえええ古典資産の 減価償却やりましょうという趣旨の問題なんかもあるでしょねえ価償却やりましょうという問題で,あるでその時に備品備品に関してさあ決算整理事項の2番あたりでね仮払い金からの修正が入ってるじゃないね備品の減価償却するのにさ、ね、これに関してはあの2月26日 2月26日の段階でまあ購入手続きは終わったけどい納品されて使用開始したのは3月1日からだっていう指示があるでしょこういうのはちょっと言葉難しいけどね会計の世界では購入日と事業供用日っていうのは2つあたりだった。 ね、共用日ってのは使い始めたって意味なんだけどね。で、この購入日と事業共用日が異なる状況が生まれた時に減価償却計算の起点というのはどこから生じるんだって。話なんですね。で、そうなるとこれはまあ、しっかりとね。事業共用日から減価償却手続きは開始がされるんだっていうところがまさに。これは実務上も必要な基礎知識っていうの。 になってくるんですよだから、まあ、多くの問題ってのは購入日イコール事業共用日と考えればいいんですけども、まあ、今回みたいにね購入手続きを取って実際に事業供用した使い始めたのは翌月からだということは減価償却計算の起点っていうのは事業共用日になりますから使い始めて初めて劣化っていうのは生じるんでねでその前提からすると、まあ、今回は3月1ヶ月分の。 減消費費を月割り計算しなくてはいけないねという判断をしなきゃいけないとかこういうのは最近3級の検定試験よく出すようになってますけど両問ですよ。 やっぱりこういう事業共用日の特定なんていうのはね減価償却計算を実施する上でも、まあ、ある意味いろはの意ではあったんだけども今までのね旧来の日照の検定式験あんまりこういう問題出さなかったですが、まあ、近年立て続けでこういう問題出てきたりもしてるんで私どもオレックの方でもねあの当連等を通じてここら辺の話っていうのは皆さんにご確認いただいてますからそういう論点なんかは非常にいい問題だろうなというふうに僕は個人的に思いますしね。 でさらに言えば第3問も、まあ、いろんな論点があってちょっと量は多めだったよねちょっと量多めだったんでうーん少し時間的には厳しくなっちゃうところもあったかなという気はするけども、まあ、いかにも「サンキュー」新たに出てきた株式会社会計の特性としての剰余金の配当と。 ね、まあいわゆる会社法の規定に基づいてさ株式会社等を稼ぎ出した利益というものを投資家さんに対して分配するまあある意味これは一つの考え方で言えば企業というものの根本的な目的存在感に立脚するものですからどうでしょう株式会社などに代表される営利組織というのは出資者に対して稼ぎ出した利益の分配を行うというのが最大の目的であり元々の成り立ちですから。 ね、でそういうことを考えればやっぱこういうね配当等に関する決議に伴う処理をしなさいとかこういったところっていうのは、まあ、いかにも株式会社の根幹を形成する部分だったりもするのでまあ皆さん方できた方結構多いと思うんだけどねまあここら辺なんか両門ですよやっぱりこういったところをしっかり出すっていうのは僕いい問題だと思いますねただまあ少しねさっきも言った通り量が多いのである程度ちゃんと練習しとかないと集計ミス出ますよ で特に問題解答経験が少ない方は、まあ、残高資産表を作るにあたってねあの意外といないようでいるんだけど残高だっちゅうってんのに合計書いちゃったりねあのいやいやそれはいないよと思うかもしれないけどねいるんですよいっぱい。<laughs> あの本当に級はねそれがあるから怖いのよだからあの、まあ、もしかしたらそういう、ね、失敗をしてしまったという方もいらっしゃるかもしれないけどもでもね まあそれはやっぱり問題解答の経験からくるものですからまあそういったところも含めると、まあ、しっかりね問題演習コツ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 回しましたよっていう人にとってみれば満点とは言わないけどね合格点点数に達すする水準のの得点といいうのはこれ十分可能だったと思いますで順番全部入れ替えちゃって悪いけど第1問の仕分けの問題だって今日はね正直言ってそんなにとっぴな問題ないんだよね。 まあ一見するとあの5番目あたりで出ていたんだデスクセットねオフィスデスクセットとかっつってねまあ配送料だけじゃなくて据え付け費なんかもかかってますって話ですけどまあ別にこんなのねパッと見ちょっと最初悩むところもあるかもしれないけどまあ普通に配送費だろうが据付費だろうがいわゆる取得原価を形成する付随費用であることは間違いないんでねえー、その前提でまあ皆さん方普通に借り方備品やってもらえればいい。 ね、で代金は未払いだっていう指示がちゃんとありますんでね貸し方未払い金やるだけでしょう。まあそういう点含めてもねやっぱ結構解きやすいんだよなこの問題。ね。だから今日は第1問なんかも結構いきやすいような気が僕はしないでもないのでまあ一般的によく言われる第1問仕分け問題5つの説問のうちね3つは死守してくださいよという問題に関しては。 まあ十分クリアできる説問になってると思うし、えー、第3問も第5問も7割加工という観点からすれば十二分に達成できる問題だと思うのであのー、そういう意味からするとね そうだなやっぱりしっかりと準備をされた方っていうのが報われやすい試験になってたように気がします。で是非ねあのー、まあ別に上のことを勉強しなさいなんて僕は皆さん方に強制して言う権限は当然ないわけだし、えー、そんなおこがましいことも言うつもりはないけどねあのー、今日の問題を見て、まあ、せっかく3級の勉強をしっかりやったわけですからあのー、ちょっともし後藤等が出た時に確認しといた方がいいよって言えるのは例えば第2問。 みこし・くりのべに関する話ね勘定金融を伴ってやってくださいって話ですけど、まあ、これなんか僕すごいいい問題だと思いますよあの難しいけどね、えー、どうしてもみこし・くりのべの手続きって決算手続きが下になるしでなおかつ回答用紙が勘定ってなると意外と悩んだりするしねさらに言うと今回家賃ね受け取り家賃なんか記載の対象だったりするけどあのみこしの対象とくりのべの対象と2つ出たりするからね物件が追加されてるでしょだから。 ちょっとそういうのを考えるとうーんそうだなちょっと情報収集なんかに混乱が来たされる可能性はあるのかなあごめんみ越しとくりのじゃないみえとくりのだけですね失礼。 栗延だけですけどその2つがあるんで、まあ、どうしても物件が複数になると回答手続き上混乱をきたすというところはあり得るとは思うんだけど、まあ、例えばこんなものはもう A 物件は A 物件 B 物件は B 物件全く別の契約でそれぞれ別の機関を選定に計算手続きを進めなきゃいけないものなんだからもう計算用紙でねそれぞれの処理論というものをしっかり書いていって最後その内容を回答用紙に集約を図ればそれでいいという形ですから、まあ、そういった回答要領も含めてこれなんか僕いい問題だと思いますよ。まああ 意味伝統的な論点ではありますみこしくりの目で関連する感情の作成やってくれってのは2問4問の伝統論点なのでそういう意味からすると僕は全然問題として悪くないとは思うけどこれは難しいんです結構、ね、産経論受験生なななかなかこれれは満点が取れないでもそれはもう皆さん方やはりこれも経験上の判断で、えー、第2問第4問っていうのはね結局のところ満点狙っていくべき主要な問題ではないでしょ。 別に極端なし2問4問ができなくたって試験は受かるわけですからあそうするとまあできるところをしっかり拾っていくってことはやっぱ大事になってくるんでそういうスタンスで見ていただければまあ結果的にね回答手続きとしてはそんなに難しくもなかったのかないうふうに思うしで第4問あたり出てる商品有高帳に関しては今回ちょっと初めてに近いのが29日の取引かな1月29日売上返品あったんだよね。でこれについては どういうふうに記入しますかっていうのは問題上指示があった。というのもね。まあ、皆さん、これ根本的な話の理解をちゃんとしていただいているかどうかに尽きるんですけど。商品有高帳っていうのは、商品の増減明細を。商品の種別ごとに。原価を持って記録をする帳簿であると。ね。商品の税、増減明細を原価に基づいて記録をするっていうのは商品有高帳の基本コンセプトでしょで、そうすると今回、まあ、売上返品の実施がありますよと。 ね、で売上返品の実施があったということは当然返って売った商品が返ってくるって話ですからで、ね、販売していた商品が返ってくるって話になるからということは当然その分だけ手元の商品増えます増えますんで当然その内容は商品有高課長ね増加減少を伴う話ですから当然書かなきゃいけないで今回はその記入するにあたって受け入れ欄に記入すればいいよと。 だ結局返品で戻ってきた分も新たに商品の入庫があったと考えて仕入れなんかと同様に受け入れ欄に書けばいいですよっていう指示があるからもう皆さん当然これは原価に戻さなきゃダメですけど原価に戻していただいて、えー、商品有高値への記入を図るという過程を取ればよかったっていう問題なのでまあこれもね売上返品自体はね まあ商品高値自体書,か書いてくださいっていうのは僕の記憶の中では少ないっていうかほぼ初めてですよ。ねあの仕入れに関する返品とかあったんですけどね。あったんですけどおまあそういう意味では少し考えさせながらもーベースとなってくるような記入の部分である程度点数はつけますよというような問題になってるみたいなので、まあ、そういう意味からするとこれも両問だったんじゃないですか。だからね まあ何かしらあのイチャモンつけられるところがありゃあイチャモンつけようかと思ったん <laughs> ですけどねあのー、ない今日の問題はね極めてだとだから簡単だなんてことは全くないですねあの今も言ったと利量的には少し多かったりするしえー、量的には多かったしまあ少しねえー、考えなきゃいけないところもあるからあ簡単ということは全くないですで全くないんで まあ今回の3級については図抜けで難しいってことも全くないですけどもあの本来のののあるるべき3級の姿の形が僕はする、えー、それはあのおそらくですけど今回の試験でラッキー受かりみたいなことはまずないと思うので、えー、やっぱりなすべきね努力というものをしっかりされた方がしっかり評価を受けられるという問題になってるからそういう意味では非常にバランスもいい問題だったと思いますね。 今回ね3級の問題の回答作成に取り組んだ結果まあ思ったところです。で一応ねまあまあまあ3級なんであの別解とかは出ないですし一応別にこれ回答がね割れちゃって割れちゃってあとでみんなでもうちょっと何 <laughs> ディスカッション進めて回答をね直すかもとかっていう可能性もないのでまあこのままいきますが。 あ基本的にはねバランスの取れたいい問題だったような気がしますだからまあ今ね試験終わってこれご覧いただいてる方々いろいろご感想あると思いますよお自分の中で手応え感じておられる方もいらっしゃればあーもう少しこうすればよかったとかあーここの部分をしくじってしまったとかねそういう感想の方もいらっしゃると思うねまあ当然試験ですから誰でも彼でも受かるというものでは当然ないし。 もともと会計なんていうものはあ,あそういう性格のものなんだね、えー、やはり、えー、基礎を構築するためにはそれなりにまあ時間もかけなきゃできるようにならないのが会計の特性ですだからこそ特殊技能なんですね。だからこういうのをやっていただくと皆さん方にはねまあよく分かっていただけるところだと思いますよあの将来的に AI が発達すれば経理職がなくなると言われてますね。確かに僕もそう思うただなくなるのはね末端の経理職です 末端の経理職ですあのー、いわゆる管理者的な仕事までできるような経理職は絶対なくなりませんなくなるわけがないですよだって会社の経営者にとってねお金の管理っていうのは商売やる上でまさに最重要事項ですよあの金の管理が何もできないけど人の管理も何もできないですからね金があって初めて組織が回るんで で営利組織であるということは当然ですけども利益を生み出すために存在してるんだから儲ああけそっちのけでみんなでハッピーになれりゃいいやみたいなそれは民間の企業とは言わない少なくとも営利とは言わないでそんな適当なことで会社なんか回るわけがないだからこそ欧米の企業なんかはねまあ昔からそうですけども皆さんもよくお聞きになる最近の横文字ね CEO って言葉があるね最高執行責任者でしょでそれがナンバーンドとしたらば必ずナンバー2ってのは CFO ですから ね、最高財務責任者ってのはもう企業の中でのナンバー2を意味します、まあ、昔で言えば大番頭さんですよだからあー最高執行責任者の、ね、経営方針の決定等に関して必要な情報の提供なし、ね、彼らのお経営判断に役立つようなアシストをするというのは CFO の役割なんで,でそういう業務は絶対なくなるわけがない人が人である以上おそうなればまあまさにね なんかっっててていいうののののは皆さん方その会計の従事者とし入入門口入り口りに今立っていただいたわけですだからまあこれからね簿記の検定試験を一つ一つステップアップしていくというのも一つだし試験は必ずしも受けないまでも自分の中で会計の知識を高めるような努力をするそれは将来的なものを考えたって決して間違ってないですよ選択肢としてねえだからぜひねまあ今回いろんな感想もあるかもしれないうまくいかなかった人はこの悔しさをね 次につなげられるようにそして将来役立たせられるようにするためにも自分で失敗してしまったと思ったところはぜひ見直しをしてほしい。じゃなければここまでね多かれ少なかれ皆さんだっていろんなものを犠牲しながら勉強したんでしょ眠い時間を目こすって一生懸命勉強したりねみんなと遊びたいなと思うの我慢して勉強したりゲームやりたいなと思ったの我慢して勉強してるわけじゃない。ねえだからそういったことをしっかりやってきたんだから。ね あ、それをしっかりと形に残せるようにするために失敗してしまった方は失敗してしまった方でそれを改善点と捉えて次に繋がるようにやっぱりしてほしいなというふうに思いますまあ最後は余計な話になりましたけどね、えー、ぜひそういったことは前向きに考えていただくといいんじゃないかと思いますで最後にちょっとお知らせなんですけどあのこれね言ってくれっちゅってもう <laughs> ね言われんもんで言わないと怒られちゃうんでねあのちょっと宣伝なんですがあ今度ねまたうちあの 小学生試験やります、ね、これあの細かい話は私どもレックのホームページの方で確認していただくといいんだけど一定の日程とってね小学生試験やります。これタダですご参加もも別に予約もいりませんで各地本校なんかで試験実施して得点状況に応じてですねうちの講座の申し込みをしていただくにあたっての割引適用します。まあ当然優秀な方は割引率が大きくなる。 ねえー、いうものなんでもしねあのお時間と日程が合う方は是非こういったものを前向きにね捉えていただいてご活用いただければ結構ですしあのぶっちゃけた話その日の段階でまあ採点結果をお伝えしますけどもお別にその場で得点状況に応じて割引何パーセントだからじゃあ申し込みしてくださいとは言いません実際申し込みしていただくとどうか後で考えてもらえばいい。 だから、権利だけ留保するってことも可能なんで、まあ、よければね、あの、ここら辺の、小学生試験で、ねえー、受けていただくとありがたいな、と思います。まあ、どこでやるのか、これ、載ってないんでね、ちょっとあれなんですけど、まあ、12月8日とか日曜日にやるんですが、僕ね、今日も実はそうだったんですけど、日曜日はだいたい新宿校でね、エルタワーにあるね、えー、ところで税理士の塾やってるんですよ。おまあ、ですから、 だから何だって言わればそれなんですけどお12月の8日とかにね、あのー、試験受けきてもらえれば、まあ、時間によっちゃは僕も顔を出すかもしれませんし、ねえー、さすがに授業抜け出して途中でやめていくわけにもいかないんであれなんですけどおまあそんな機会もあるしねエルターなんかね景色がいいからいいよ、ね、だ,けだけなんですけど他に何もないんですけど。 まあまあもしねお時間があればご都合あればね足を運んでいただけると嬉しいなと思いますはいというところでございますんでぼちぼちお時間でございますからあ今回の第1十3回産休に関する回答速報は以上とさせていただきます、えー、皆さん方長い時間ね、えー、お付き合いいただきましてありがとうございましたまああとはねもうインフルエンザもだいぶ流行ってきてるみたいです、えー、本試験までは本当にもう気張って皆さん勉強やってきたんでね あ,のあんまり疲れとかああそういったものも感じずにやってこられたかもしれないけど試験終わると気抜けるからねあの急に体調悪くなったりしないようにねだからもう今日あたりは早め早めに休んでね疲れをしっかりとるようにしてくださいよ。ねえー、ということでじゃあ今回の回答速は終了となります。皆さんお疲れ様でございました